はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画始まりました。今日はですね、なんとめちゃくちゃうまそうな、とうとう出たが宝酒造ということでね、また宝酒造から新しいね、チューハイが出ました。なんとこちら、じゃじゃーん、丸おろしレモン、極上レモンサワー。極上レモンサワーの丸おろしレモンというやつですね。はい。これはうまそうだ。アルコール度数 7% で果汁が 11%。厳選宝焼酎がうまさの秘訣。皮まで丸ごと贅沢な果実感、丸おろしレモン。プリン体ゼロ、甘味料ゼロ。全果、マサイレモンペースト使用って書いてある。これ聞いたことね。なんだこれ。何これ。全果、全は全体の全。で、果が果実の果。で、これは薩摩の魔かな。で、祭が、粉砕の祭。前回、マサイレモンペーストを使用って。なんじゃこれ、初めて聞いた。原材料がレモンとレモンペーストとレモンスピリッツ、国内製造と、焼酎と糖類と酸味料と香料。繁盛店がこだわるレモンサワーの味わいを参考に、樽貯蔵熟成酒を厳選し、ブレンドした宝焼酎と、こだわりのレモンを使用した、一クラス上のレモンサワー。丸おろしレモンは、レモンを皮まで丸ごとすりおろしたような複雑で、贅沢な果実感が特徴。いろいろなレモンサワーの味をお楽しみください。これはまあいいや。こんな脳書きはどうでもいいんだよ。ぶっちゃけ。うめえかまずいか、それだけだから。ね、俺は宝酒造はね、応援して株までね、所持したいと考えてる。所持はしてませんよ。したいと考える人間ですが。うん、それでは乾杯。ハイサワーグラスで乾杯。あ。はあ、これは、酸っぱい。まず大事に。酸っぱい。普通のレモンサワーより明らかに酸っぱいっすね。だってさ、レモンなのにさ、果汁 11% も使ってるレモンサワーってそうそうないぜ。ちなみに値段はいくらだったっけ ?120 円ぐらいで普通に買ったんだけど。あー。酸っぱい。で、苦い。後から来る。苦味が。皮の苦味だ、これ。皮の苦味だ。皮の苦味がこう来て、ほほほほ。ああ、でも、全体的に見ると、酸っぱいっすね。うん。うん。で、結構白濁してますけども。あ、酸っぱい。うん。で、味わうと、やっぱり苦い。うん。これは、確かに、あれやな、なかなか、味わったことない味っすね。うん。うん。なんか、シューハイっていうよりなんかお菓子であるような、なんかそんなような酸っぱさと、
うん。せやね。酸っぱさと苦さですね。やっぱ苦さ。苦さ。うん、やっぱ前科マサイレモンペースト使用っていう謎のね。あーこれだ、わかった、なんか、味わったことあるレモンの感じやなと思ったら、レモンを、凍結させて、レモンをさ、結局さ、皮ごとさ、輪切りにするじゃないですか。で、あー、あれだ。違う。アイスで、その輪切りレモンが入ってる、アイスあるじゃないですか。あれなんだっけ？昔売ってたんやけど、今も売ってるかな。結構、ガリガリ系の、あれをさ、食べるときにさ、もうレモン丸ごと一口でバグって食べちゃうのよ。食べちゃうっていうか、口に含んだときに、で、噛んでこうガラガラガリガリってやって、食うじゃないですか。もう、ぶっちゃけ全部食ってもいいし、まあ、皮を残すっていうやり方もあるんだけど、俺の場合は、真ん中の身だけ食うね。半分折りにして、輪切りを半分に折るんですよ。で、そうすると、果肉だけがこうやって食べられる。ガチって食って。で、その時に食った時の味だね、これ。うん。はぁ。はぁ、これだわ。来てるね、レモンサワー、繁盛店の人気の秘密。店主が、焼酎とレモンにとことんこだわって作った、すっきりしていて甘くない味わいが大人気。ああ。で、ここにも載ってるんですけど、凍結レモン。多分、輪切りを凍結させて、で、焼酎の中にこう入れてるみたいな。サワーにしてる。これが多分一番味わい近いな。この凍結したレモン。うん。まあ、その他もろもろありますけど、やっぱこれだな。あれなんだっけな、多分今も売ってると思うんやけど。輪切りのさ、レモンのさ、レモンの果汁がそのまま入ってる、100円ぐらいのアイスね。カップアイス。焼酎へのこだわり、宝酒造が誇る田鶴醸造熟成酒とレモンサワー用焼酎を最適なバランスでブレンド。甘さに頼らず、満足感の高い味わいを実現。ちゃんとね、これね、ここにも書いてあるんだけど、糖類って書いてあるんで、ちゃんと砂糖入ってるんですよ。俺、こういうの大好きなんだよね。全然砂糖入ってないよりも、ちょこっと入れてる。で、甘すぎない。で、ちょこっと入れてるんですよ。これなんだよ。うん。だから、いわゆる、丸絞り、丸絞りだっけ、なんだっけ、本絞りか。本絞りみたいな、全く糖類を無添加のやつよりも、こういう風な、ちょっと入れてるやつの方が好きなんです。ただ、甘味料は苦手なんで、絶対買わないんですけど。芳醇で、キレのある味わいの、11種類の樽貯蔵熟成酒。宝酒造が保有する約2万ダル。へえ、そんな持ってんだ。約85種類の樽貯蔵熟成酒を厳選。それプラス、レモン風味が引き立つ、レモンサワー用焼酎。これあれっすね。売ってたけど、俺が、確か前飲んだけど、宝焼酎のレモンサワー用っていうね、俺飲んでねえか。確か限定なんですよね。店限定っていうか、そこら辺のスーパーでは売ってないやつね。確か売ってなかったはずやねん。俺前飲んだよね。
うん、なぜかレモンサワー用って書いてある焼酎、ね。レモンの香気成分の シトラールとリナロールを含む焼酎。あの25度の焼酎、ね。確か前限定とか言ってて買えなかったとかなんとか。確かそんな感じやったはずだけど。なんか最近見たような気もしないでも。うん。てか、宝、2万ダルも持ってたんだね。宝酒造ね。へぇー。焼酎の会社、まあ、割と焼酎の会社なのに、樽持ってんだな。レモンへのこだわり、独自技術で追求。繁盛店で人気のレモン缶。国産レモン使用、レモン果汁と旨味成分を抽出、レモンエキス、豊かな香りを閉じ込めたレモンスピリッツ、丸ごと粉砕、全化、マサイ、レモンペースト。はあ、これは、いわゆるレモンサワー、っていう何ふさわしいほどのこのレモンにとことんこだわってる感じがしますね。いわゆる焼酎にこだわってるっていうよりも感覚としてかなりレモンの味がもうほぼ9割型レモンなんで、うんうん、ただかなり本当丸ごとレモン食ってるような凍結したレモンをかじって食ってるような苦味も再現されてる。うん。ただ反面、いわゆる焼酎の旨味っていうのがあんまりない。うん。もうレモンレモンしてんねん。めちゃくちゃレモンレモンしてるのはわかる。うん。ものすごいわかる。むっちゃレモンレモンしてるなーってのはわかんねん。ああ。ただ、割合的に、レモン9、焼酎1ぐらいの割合で、ものすごい、だから5-5ぐらいで飲みたいねん、個人的に。うん、先ほどの言ってたレモンサワー用の宝焼酎っていうのが、俺前飲んだと思うねんけどな。あれこれ前限定じゃなかったっけ？あれおかしいな。あれなんかと間違えたかな。確か販売店っていうか、いわゆる、居酒屋の店舗限定で、手に入らなかったね。いわゆる、さ、商売では売ってなかったんですけど、あれ売られるようになったっぽい。25度で 600cc で680円となってます。で、あと、1.8 リッターのパック、紙パックもありますね。これ前飲まなかったっけ？あ、気のせいか。これ別のやつか。飲食店様専用商品っていうのが、ありました。このレモンサワー用の焼酎の、なおかつ、アルコール度数が 35% の 10% 上のやつで、なおかつ、1.8 リットルと、なんと18リットルっていうのがありますね。スーパー業務用、18リッター。18リッター 18,648 円。これ、スーパーとかで売ってない飲食店様ルート限定商品。うん。確かに35度はちょっと飲みたいかもな。個人的に、焼酎マニアとしては飲みたい
感じはするけど、なかなか焼酎で 35% のやつってなかなかないですよ。うん。多分レモンサワー用は俺は飲んだはずやねん。確か前飲んだはず。俺の記憶が定かではない限り飲んでるはずやねん。ちょっと自分の動画を検索してみますけど。あ、飲んでる飲んでる。パート1210で飲んでます。2016年の11月の28日に飲んでますね。あ、これは、あれだわ。ちゃんと飲んでる。ちょっと見てみましょう。うんうんうん。あ、飲んでますね。高い焼酎なんで、ね。なんかまろやかな気がする。うん。飲んでる飲んでる。あ、よかった。あと気になってんのはこのタカラリッチってやつね。これも飲食店様ルート限定商品。タカラリッチってやつ。これも飲んでみたいんやけど、業務用なんで売ってないんですけど、まあ、多分数年後に売られるようになると思うねんな。樽貯蔵熟成酒 9% 使用して、レモン系の香り成分を含むハーブを原材料の一部に使用。当社独自の連続式蒸留ブレンド技術を用いた製法により芳醇タイプのサワーベースにぴったりな味わい。うん。これは後に売ってくれると信じてます。これ飲みたいな。これも18リッターで14,920円。うん。あとはあらかた飲んだね。うん。まあ、こちらのレモンサワーはやっぱり9割型。レモンだっていう、多分それを売りにしてんだから、まあ俺はちょっと口出してもあれないけど。うん。ただレモン感は半端ねえのは間違いないな。うん、この苦味と、レモンのこの風味と、これはなかなか味わえないっすね。うん。ちょっとレモン感の強い、チューハイ飲みてえなーってなったときに、うん。これは、うん。まあ、ありかもしれん。まあ、それを売りにしてるんやからな。丸おろしっていうのを売りにしてるわけやから、まあ確かに苦味あるのも、うなずけるよな。ああ。うん、酸っぱいしね。他のチューハイ、レモンチューハイと全然違って、酸っぱい。うん。かなり酸っぱめの。酎ハイっすね。だってさ、レモン果汁 11% も使ってないこれ。レモンで 11% って相当ですよ。ぶっちゃけレモンチューハイなんて、果汁 1% でも使ってれば、割と十分果汁、果汁感味わえるんですよ。それなのに、それの11倍使ってっつうんだから、お前。
確かにこれはあれだ。店で、あの、丸おろし、丸絞りこうやってギャーって絞るさ、あの、絞って、ギャーってやって、で、あと、焼酎と炭酸で割ったような味、確かにする。うん。確かにするわ。うん。その店舗の味を実によく再現されてますね。ああ。うん。うん。確かに。これはなかなか味わえないと思うな。ああ。これは、あれやぞ。ただ、個人的に、ああ、どうだろうな。レモンの、店舗のレ、焼酎よりは若干濃い感じはする、逆に。結構濃すぎる感じがあるな。濃すぎる感じというか、やりすぎ感はあるな、若干。ちょっと度合い的に、なんかやりすぎた感はあるね。もうちょっと抑え気味の方が、で、焼酎を割合で増やして、あの味、焼酎の味をもうちょっと、だってこれだと、焼酎の味が、せっかくのさ、熟成、厳選、さあ、厳選した、あれ、タルチョット熟成酒だよね。を使ってるのに、その味がレモンで消されてるっていうのが実に残念である。うん。これはもうちょっとやっぱり、まだ改良の余地はあるなと。まあ、何様のつもりだよって感じですけど。これは、うん。これはまだ改良の余地があるということで、期待を込めて。期待を込めて四つ星にしよう。424、あ、54です。ご視聴ありがとうございました。